ああ、結婚なんて慌ててするんじゃなかった。どうしてですか？だって私まだ22よ。普通だったら目いっぱい遊んでる年じゃない？だけど私は主婦、うちにいるのが当たり前、亭主と子供の面倒を見るのが当たり前。そんなのつまんないわよ。私も23で結婚したんですけどね、いまだに自分が主婦だっていう自覚が全然ないんですよ。主人と子供とも遊んでるみたいなもんですからね。それはご主人がいい人だからよ。健也君もね、私と結婚する前はよく遊んでくれたんだけど、最近は仕事で忙しそうにしてて、たまの休みに二人でどっか出かけようと思っても茜がいるじゃない。私はお母さんに預けて行こうよって言うんだけど、健也君は気使うの。なんか恋人同士の方が良かったなと思って。でも一緒に暮らしている方が楽しくありません？うん、だから同棲で良かったのよ。主婦なんてつまんないわよ。やだ、誰だろう。ちょっと待っててね。はい。はい。ああ、町会長さん。浅見さんも来てるんですよ。あ、こんにちは。じゃあの、私はこれで。田所さんとの付き合いね、あまりおすすめしないわ。実はね、うちの息子高校3年の田所さんに誘惑されてね。え、嘘？本当なのよ。ねえ、ゴミ当番って3人ずつじゃなかった？あ、それはそうですね。あなたよりぐうたらな人がこの町内にいるなんて信じられないわね。あ、いや、遅くなっちゃって。おはようございます。おはよう。朝早くから大変ですね。あれ、これ手で分けるんですか？あ、私手袋用意してくるの忘れちゃいました。あら、桜庭さん、こないだ私にくれようとした手袋があるじゃないですか。やだ鶴見さん、あれ革ですよ。でも手袋よね。やだ鶴見さんって面白い。あさみさん。あ、たけし君。おはようございます。おはよう。これから学校？はい。ちょっとやだ、朝のゴミ置き場で合いびきしてんの？あなた何言ってるのよ。え、だって昨日美穂さんが家に来て。どうもすいませんでした。どうしたの？近所の人が美穂の噂してるんです。あさみさんが俺のこと誘惑したとかなんとか。俺全然知らなくて、多分うちの母親がありもしないことを言いふらしたせいだと思うんですけど。たけし君はそんなこと気にしなくていいの。けど俺のせいであさみさんが。たけし君、早くしないと学校遅れちゃうぞ。あさみさん。たけし、おはようございます。こんなとこで何してんの？早く学校に行きなさい。なんで挨拶しないんだよ。いつも俺に言うだろ、近所の人に会ったらちゃんと挨拶ぐらいしろって。なんでしないんだよ挨拶。あ、もうね、たけし君。昨日も言ったけど、これ以上わけのわかんないことするんだったら俺にも考えがあるからな。な、何のことよ。いい加減にしろよ。近所の人が浅見さんのことなんて言ってるか知ってんだろ。浅見さんにデートしてくれって頼んだのは俺なんだよ。頼むから本当のこと近所の人に言ってくれ。じゃないと俺家出するから。たけし、行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。じゃあ浅見さん、また行ってらっしゃい。へえ、高校生の割には割と男らしいじゃない。ほんと、浅見さん隅に置けない。さあ始めましょう。はい、幸せはまだかい、まだまだだよ、まだたどり着けない。どんな僕が君を微笑みにできるのか見えずに焦るばかり。
約束のキス交わしたチャンネルぼんやり見てる愛を忘れたわけじゃないただ少し疲れてる無理をしてる僕がただわからなくて幸せはまだかいまだまだだよまだたどり着けないどんな僕が君を微笑みにできるのか見えずに焦るばかり志君はねはいでもよかったじゃないか近所の人の誤解も解けるだろうそうなんですけどまた三好さんと武志君は喧嘩してしまうんではないかなと思いまして喧嘩もしない親子なんて親子じゃないよ違うかなあはいねえカラオケ行ったことないんですかないわよあなんだ浅見さんも来てたんですかこんにちはちょっとえあそっかコーヒー4つお願いしますはいただいまでそれで他には近所の奥さんたちとどういうことしてたのだから、うん、みんなでスポーツクラブに通ったりとか飲みに行ったりとか、うん、あとエステなんかもたまに気持ちいいんですよ10日に1回ぐらいね全身マッサージしてもらうのでもエステなんてお金かかって大変じゃない主婦だってそのぐらいの贅沢していいんじゃないですかでもねうちは香里さんとこみたいに同居じゃないから子供とか亭主の世話してくれる人いないしそうよねだったら余計に跳ね伸ばす権利があるじゃないですか普段一生懸命妻やって母やってる分たまには女に戻らなくちゃ主婦になったからってねうちでじっとしてるなんて損だと思いませんか、うん、そうね全身マッサージはちょっとそそらえるな今度一緒に行きましょうよ初回はね無料にしてくれるとこ知ってますからあ行きたい無料だったら私も行くわ、ね、じゃあ近いうち誘いますあよろしくお願いまた来ますいつでもおいではいどうどうちょっと遠いですけど新宿新宿は遠いよねえ渋谷どう、ね、田所今日いっぱいやっていこうそうだな俺なもう調子悪いね一週間会えんかったら誰と決まってるやん霞のままやんはい、あ、ってお前あんな美人やのにそそられへんのまあ綺麗な人だとは思うけど別にそそられはしないなそうお前は昔から女の趣味が変わっとったからねまあなおいちょ待ておい何よどういう意味だよ早行こうやもう待ってんねんからもうおはようございます早よ分かったよおいお前なんだ先帰ってええでえだってお前今日平日やから他に客少ないしやなほらどうするあの狭い店の中でママと二人きりやでわ普段してくれへんしゃくでもやな俺がふせめがちに飲んでたらお前グッとくしゃくしてくれた時に指と指が触れてママが握りしめてくれたらどないするお前桜庭さんえなんで桜庭さんなんやねんなこっちこっちああどうも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 配達ですかいや今日はちょっと会計士の先生に相談がありまして社長さんってそんなこともしなきゃなんないんですか経理担当の人を雇う余裕ないですからねえ社長さんあ同僚の中村ですうちの迎えに越してきた桜庭さんうちの方で宅配の弁当屋を経営してんだそうですかどうも中村ですはじめまして桜庭と申します俺たちこれから飲みに行くんですけどよかったら一緒に行きませんかああそうですねはよ帰らんと奥さんがうるさいんでしょいや大抵帰るのは僕より遅いですからあ共働きいやそうじゃなくて遊びに行っちゃうんですよ遊び何ですってありがとうございましたいかんわそれ絶対いかんよそんな女房を黙って見てたらあかんって源也君やっぱりふざけてますかうちのはそらふざけてるでしょうあなたがちゃんと実家の後継いでやね仕事してんのに肝心の奥さんがカラオケとかそんなスポーツクラブ行っててどうすんのんなあれ俺亭主と言っても半分婿養子に入ったようなもんですからそれは関係ないねよし分かったここで健也君に問題を出そう、はい、亭主にとって一番大事なものは何だ一番大事なものですかうんあの優しさとかブー全然違うよ答えはね威厳
出た威厳。亭主にとって一番大事なのは威厳やねん。威厳のないやつは亭主と呼ばれへんねん。つまりこの横におる田所、こいつは亭主とは呼ばれへんねん。おい、ここの嫁はんがまたちょっと変わってるわけですよ。わかる？その嫁はんに嫌われたくないから優しいだけの軟弱男を演じてるんですよ。そうかもしれんな。とうとう認めたな。そうやってね、ずっと女房の尻に惹かれとったらええねん。俺は浅見の尻に惹かれてるつもりはないよ。はあ、そこかな。お前のめでたいとこや。浅見にはいつものびのびしててほしいんだ。俺はそれを見てるのが好きなだけだから。なるほど。もう嫌やわ。お前ののろける話聞いたらまだ腹立ってくる。ママ、ちょっとおかわり。はい。でも田所さんの奥様お幸せでしょうね。え？なんでそれ。ママどういうことなの？お前なんかママに媚び売ったやろ。売ってないよ。けどなんとなくわかるような気がしますよ。ケンヤ君まで何言うねん。今は面白くなってきたんですけど、最初はいやいや仕事してたんですよ。それでも我慢してたのは香里と別れられなかったからなんですよ。好きなんですね、奥さんのこと。情けない。もう、まあ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 、奥さんのこと好きなのはそれでええやんか。好きでもええけど、それ下手に出んでもええねん。好きやからこそ俺について来いみたいなこと言うたらええねん。負い目があるんですよ。俺仕事しかできないですから、家のことや茜のことを香里やお母さんに任せっきりなんです。ええやんか。亭主が外で働いて寮母が家を守る、何の夢もないよ。けど俺の都合で引っ越しもさせちゃったし、香里はいいんですけどね。お母さんに苦労かけるのは申し訳なくて、かといって香里を家の中でじっとしてろっていうのもかわいそうだし、だから俺にできることはなるべくやろうと思ってます。香里さんのお母さんも同じこと言ってたな。え？娘を甘やかしたのは自分だから、自分が苦労するのはいいけど、健也さんに苦労かけるのは申し訳ないって。そうですか。でもさ、あんまり気使いすぎんのもなんやで。一生暮らしていくわけやろ。ちょっとあの肩の力抜いた方がええで。俺もそう思うな。夫婦も義理の親子も元は他人だけど、一緒に暮らすってことは家族になるってことだよ。家族か。まあ田所の家はちょっと力抜きすぎてるけどね。おい、こみつとこはね、奥さんがちょっと変わってんのよ。いや、もうだいぶ変わってんのよ。なんでか言ったらね、休みの日曜日に公園連れて行くだけで満足すんね。そうなんですか。それはね、ちょっと羨ましいことは羨ましいけどね。俺でもまあ遊園地とかレストラン連れて行くもん。うちだってそうですよ。遊園地やレストランは当たり前で、最近なんかね、休みの時は一泊旅行くらい連れて行けって。旅行行くんですか。ええ、いや、もっとも俺が連れてかなくても友達と行っちゃうんですけどね。それはけしからん女房やな。そんなもん一発ガツンと言うたらなあかんわ。ガツンとですか。当たり前やん。今日こんなら家帰ってバーンと言うたらなあかんわ。あのな、誰のおかげで飯が食えてると思ってんねん。一家の大黒柱は誰や。俺やろ。俺の言うことが聞かれんにやったら、とっとと家から出ていけ。出ていけ。中村ワンパターンだな。ああ、女は甘やかしたらあかんねや。ガーンと言うたれ。はい。今日バシッと言うたりや。はい。トーンと言わなあかんで。はい。出ていけ。そうじゃ。大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。これからね、カオリにガツンって言うんですよ。俺は亭主だ。亭主の言うこと聞けないやつはとっとと出てけ。あまり無理しないように。無理なんかしてないよ。俺はね、一家の大黒柱なんだから。そうですね。あ、じゃあ僕はこれで。ああ、 おやすみ。おやすみなさい。おい、うまかったよ。選手のおかげだよ。健也くん、こんな時間までどこを突き歩いてたのよ。なんだよ、いきなり。どこ行ってたのよ、こんな時間まで。何の連絡もしないで。心配してくれたのか。何寝ぼけたこと言ってんの。鍵閉めてよね。なわけねえよな。目が覚めちゃったよ。お帰りなさい。お母さん起きてらっしゃったんですか。今休もうと思っていたところ。今日はずいぶん遅かったのね。すいません、実は渋谷で田所さんに偶然会いまして、ちょっと飲んできたんです。ちょっとじゃないでしょ。すっごいお酒臭いわよ。ごめん。いえ、それならいいんですよ。私はまた健也さんが肩身が狭い思いをして、それで家に帰るのが遅くなったんじゃないかななんて思って。ねえ、ケンヤ君、本当に忘れちゃってるわけ？何？もういいのよ、香里。
よくないわよ。こういうことはね、ちゃんとはっきり言ってあげた方が健也くんのためなの。健也くん、今日はお母さんが歌舞伎見に行く日だから、お店が終わったら急いで帰ってきてって言ったわよね。あ、すいませんお母さん、僕すっかり忘れちゃいました。いいんですよ。どうして健也くんってそう抜けてるの？もうやめなさい香織。だって変じゃない。仕事はいつも一生懸命やるくせに家に帰ってくるとぼーっとしてるなんて。健也くんはね、私やお母さんのことなんてどうでもいいのよ。仕事さえうまくいってればそれでいいって思ってんのよ香織。だってお母さんあんなに楽しみにしてたじゃない。歌舞伎なんていつだって行けますよ。忙しい健也さんにこういうことお願いしたのがそもそも間違ってるの。あのね、あなたがちゃんとしていればこんな必要ないのよ。やだ、どうしてそうなるわけ？当たり前でしょ。茜の面倒は母親のあなたが見るのが本当なのよ。分かってるわよそんなこと。分かってるんだったら、じゃあ何？私が毎日家でじっとしてればいいっていうの？言っとくけどね、週に2日スポーツクラブに通っていいって言ったのはお母さんよ。健也君だってお母さんと協力して茜の面倒を見てくれるって言うから入会したんじゃない。それを何よ二人とも、自分の都合が悪くなったからって人のせいにするなんてひどいじゃないよ。あのね、あ、いいんです。そういうことじゃなくて。いいんですよお母さん、今日のことは全部僕がいけないんですから。でもね、歌舞伎の切符は僕が買ってきますので、来週でも見に行ってください。仮もスポーツクラブ辞めることない。行けばいいよ。今日はすいませんでした。本当にすいませんでした。いいね。じゃあ今頃香織さんに怒鳴ってるのかな。いや、家に入った途端怒鳴られてたから、多分謝ってんだろ。あ、そう。笑っちゃ悪いね。ね、風呂空いてる。あ、ごめん、もうぬるくなっちゃったかもしれないや。あ、いいよいいよいいよ、入りながら沸かすから。あれ、ヨシヒコ。うん。ヨシヒコは怒鳴らなくていいの？怒鳴る理由がない。こんな悪妻でも。俺は麻美のこと悪妻だなんて思ってないよ。でもできた女房とは思ってないでしょ。できた女房にはできた亭主が似合いそうだから、俺には麻美がちょうどいい。よしひこ、お背中を流しします。あ、いらっしゃい。こんにちは。ふみえさん、これ。え？これ、アスカの着れなくなった服なんですけど、ゆきみちゃんにと思って。ああ、助かるわ。いいの、こんなにたくさん。もう取っといてもしょうがないですからね。そうは言い切れんだろう。あ、そうですよね。どうしてですか？あ、だってうちみたいに二人目が生まれるかもしれないじゃないですか。あ、そっか。そっかって、それじゃこれ取っといた方が。え、また必要になったら取りに来ますからね。無駄がなくていいわ。いらっしゃいませ、町会長さん。マスター、ケーキはいかが？はい、あの、おかげさまで繁盛してます。それはまあ結構ですわね。コーヒーいただこうかしら。はい、ただいま。ねえ、田所さん、はい、こっちの袋何これ？あ、おしめです、これ。ああ、おしめ。アスカ、おしめ取れるの早かったんで、あんまり使ってないものだけ取っといたんです。ああ、でもごめんなさい、うち紙おむつなの。あ、そうか、今紙おむつもいいのいっぱい出てますもんね。ちょっと古かったですね、布を。古いっていうより普通使わないんじゃないかしら、人の使ったおむつなんかね。親戚の子供のとか、そういうのは別なんだ。あ、あ、そうですよね、あんま普通使わないですよね。あ、やだ、失礼しました。ごめんなさいね、田所さん。あ、あの、コーヒーでいいですか？はい、いただきます。じゃあ、これいただきます。はい、どうぞ。たけしを誘惑しただなんて言いふらしたりなんかして。いや、あの、本当にごめんなさい。いや、とんでもないです。私の方こそ大人としての自覚が足りなかったと思います。怪我までさせてしまって本当申し訳ありませんでした。そんな、謝ったりなんかしない。私、あんなことで腹立てたりして、こっちがよっぽど大人げなかったわ。実はあの子ね、はい、この間のテストで50番以内に入ったの。
いつもは百番以内のとこうろうろしていたあの子がよ。そうですか。私が勉強しろって今までいくらガミガミ言っても全然成績上がんなかったのに、どうして急にって聞いたら、田所さんとデートする代わりに勉強する約束をしたんだって言って私がいくらお説教してもダメだったのに、好きな人と一日デートしただけで成績が上がるなんてね親って本当無力だわ。いや、そんなことないです。たけし君があんなに素直に育ったのも三好さんの愛情があったからだと思います。あの子が素直？はい。あ、私に反抗してばっかりよ照れくさいんですよきっと。そうかしら。そうですとも、若者らしい息子さんですよ。どうもでもね、田所さん、はいあの子がね、たけしが成人してあさみさんと結婚したいって言っても断ってちょうだいね。は、私ね、将来あなたを嫁にもらうなんて考えたらもうそれだけでめまいがすんのよちょっと待ってください、三好さん、そんなことありえないです。そうです、あさみさん結婚してるんですよ。あれ、でもね、気が変わって別れるかもしれないじゃない。よしひこと別れるなんて神に誓ってないです。誰よりも愛してますから。何もないから言ってるんじゃないですか。幸せでも不幸せでもいいから、なんかこうあった方が生きてるって実感湧くんじゃないですか。どうしたのまやちゃん。おしっこ。じゃあ急いでトイレ行こう。もう出ちゃった。じゃあ今日3回目だよね。もうパンツないや。いろいろあるじゃないですか竹下先生。こういうことじゃないんですよ。あすこちゃん、お母さん来てるよ。帰るぞ。あいちゃんも一緒に帰ってもいい？あいちゃんね、うちに来て遊びたいって言ったからね、いいよって言ったの。ああ、そっか。じゃあ、あいちゃんのお母さんに聞いてみないとね。うん、おばちゃん、いい？あ、こんにちは。こんにちは。あすかとあいちゃんが遊ぶ約束したみたいなんですが。聞いてたわ。私ちょっとスーパーに寄って買いたいから、あいのこと頼んじゃっていいかしら。あ、はい、どうぞどうぞ。じゃあよろしく。どうも。あのね。はい。スーパーで何か買ってくるものある？あ、いや、特には。あ、そう。あのね。はい。ごめんなさい。あ、さっき三好さんに会ったのだから、ごめんなさい。あ、いいえ、そんなじゃあまた後で。はい、またまた後で母楽しそうですね。母はいつも楽しいですよ。よし、じゃあお家に帰ってなんかおやつでも作ろうか。うん。何食べたい？プリン。プリンか。よーし、あー、挑戦するぞ。あいちゃん、プリンだよ、プリン。But the girls wait far away. Yes, I like the key. Don't leave the key, keep it only. Hey baby, my type is better than you, Harry. But the girls wait far away. Yes, I like the key. Don't leave the key, keep it only.
my type is better than you, every but the girls are way too far away. Yes, I like the key, don't leave the key, keep it only. Hey baby, my type is better than you, every but the girls are way too far away. Yes, I like the key, don't leave the key, keep it only.誰がプリンだ。じゃあ一緒に来てプリン食べよう。みんなでうちでプリン作って食べよって。プリンプリンプリン。